ただ夢を持ってその夢に向かって本気で、毎日そこに向かって頑張って進んでいけば、必ず夢は僕は叶うと思います。なのですごく努力が必要だと思います。その夢を本当に実現したいと思って、努力するかそれとも諦めるかで、夢が叶うか叶わないかは決まってくると思うので、ぜひ皆さんまずは夢を見つけること、何個あってもいいです、何個つけてもいいと思います。その中で本気で本気で叶えたいと、この夢に向かって努力したいと思うものを見つけて、頑張っていってほしいなと思います。みんなもじゃあ今元気に学校に来てると思うんですけど、当たり前のように家帰ったらお母さん、まあ、もしくはお父さんご飯出してくれると思うんです。でもそれって当たり前じゃない、みんな多分なかなか気づけないと思うけど、やってくれてる一生懸命みんなのこと考えて、そういう気持ちを今から僕は持ってほしいと思います。みんな夢を持ってるってこう多くいたと思うけど、夢を持つにもやっぱり自分一人じゃ絶対に、家族、友達、もしくは先生、今多くのことを教えてくれる人がいっぱいいる、そういった人たちにありがとうという気持ちを持って日々過ごしてほしいと思います。みんなが他のみんなが教えてくれるみんながここにいるみんなのため、一人一人のためにいろいろ考えてやってくれてるっていうのを今から考えていってほしい。それが自分の夢への道につながっていると僕は思います。サッカーの試合で一番大変だったことは何ですか？試合は僕は一番楽しみにしてて一番好きなところなので、サッカーの試合自体に、大変なところはないんですけど、例えば土曜日に試合がありますってなった時に、月曜日から金曜日までその試合に対試合にどれだけいい準備ができるかっていうところにはすごく気を使っていて、何を食べるか何時寝るか、とかいろいろね、そういうのにはすごくこだわってて、そこが一番大変で、僕はサッカーが好きで、やっているので、特に試合とかはすごく楽しみでしょうがないですし、まあ、皆さんにも、楽しみにしていることがあると思うんですけど、その楽しみがある日までに体調を崩してしまったらその日は最悪になるじゃないですか。で、試合の前までにどれだけいい準備ができるかっていうのが今日の僕は大変です。私の将来の夢はダンスの先生です。今はダンスの練習をしたり、毎日夜ストレッチをしたり、ダンスに必要なトレーニングをしています。だから今は大変だけど、大変なこと頑張って夢を叶えたいです。ダンス、僕はダンス踊れないですよ全然、でも本当に今多いダンスやってるので、すごくいい夢だと思います。で、しっかりとした今やってることもあると思うし、それをずっと続ける、それが一番難しいことだから、難しいことなんだけど絶対夢に近づけるから、今これからも続けてください。はい、
言ったんですけど、何か夢を、目標を一つ、見つけてください。また持ってる方は、そこに本気で真剣に向かって行ってほしいと思います。今日は本当にありがとうございました。短い時間でしたけどすごく楽しかったです。皆さんの夢を叶えるための手助けに今日の会がなってくれればいいと思います。夢の本当に支えになろうと思ってきましたけど、本当に子供たちの元気が僕たちのパワーになりそうな感じで、いい交流会だったと思います。すごい一回邪魔してやろうと思って行ったら体にぶつかっちゃって自分がミスりそうだったんで、本当にでもサッカー好きな子がいて、でまあ、もっともっと僕たちも、まあ、努力して、もっと徳島にサッカーが根付くようにやっていかなきゃいけないなと思いました。いやーすごく元気いっぱいで、本当にいいエネルギーを注入してもらいました。まあ、うまく伝わってくれればいいなと思いますし、僕の夢の叶え方というかを少しアドバイスしてみたので、交流会した子どもたちの中から夢を実現してくれる子がたくさん増えればいいなと思います。